ラプティホシール・フリオ・ゴンサレスは、スペイン・カタルーニャの彫刻家、画家。鉄彫刻を手掛けた最も初期の彫刻家であり、欧米の彫刻界に大きな影響を及ぼした。そのため、鉄彫刻の父とも称されている。またキュビスムに触発された作品も残している。カタルーニャ語表記は、ジュリ・ゴンザレス・アイ・ペイサー。年月日。 スペインバルセロナの単ヤ職人の家に生まれた。10代の頃から父親の工房で金工職人として腕を磨き、後に彫刻にも生きる金属加工技術を習得した。その傍ら、不オと兄のファンは美術学校の夜間コースに通って美術を学び、ファンも彫刻家、画家として作品を残している。19世紀末のバルセロナでは、 ムダルニズマという文化芸術運動が起こっており、建築家のアントニガウディや、ジュゼップ・プッチガダ・ファルク、画家のサンティアゴル・シニオールや、パブロ・ピカソなどが活躍していた。ゴンサレスはピカソなど様々な芸術家が出入りしたカフェ4匹の猫にも通っている。1896年には父親が死去したため、ゴンサレスは家業を畳むことを決意し、1900年には兄や姉妹と共に、 一家でフランスパリに移住した。パリでは金属化工業を営んだ。モンマルトルにあったスペイン人芸術家のサークルに出入りし、パブロガルガーリョ、フアングリス、マックス・ジャコブラと知り合った。当初は画家になるつもりだったが、なかなか画壇に受け入れられなかった。1908年には兄のジュアン・ゴンサレスが死去。友人のパコ・ドゥリオの助言で金属作品に転向し、 レリーフや小規模な彫刻作品を制作した。金属作品と並行して絵画の制作も続けており、1909年にはついにサロンデザンデパンランやサロンドトンヌに展示されている。1918年にはブローニューイコールビアンクールにあるルノーの工場で働いて溶接の技術を身につけ、それを作品制作に課すことに関心を持ち始めた。1922年には、 パリのゴルリー・パブラローフスキーで、1923年にはパリのゴルリー・ジュ・コミリアンで個展を開催した。1920年代半ばにはコンスタンティン・ブランクー氏の作業場に出入りし、1927年からゴンサレスは鉄彫刻を始めた。1927年から1928年の冬にはピカソにガス溶接による金属彫刻の製作方法を教え、 1928年から1933年までの間には10前後の作品を共同制作した。共同制作をする前までは、主に平面的な絵画作品に取り組んでいたピカソは、この時ゴンサレスに大きな影響を受け、彫刻への関心も強めていくこととなった。ピカソの影響でゴンサレスはスタイルを大きく変化させた。はっきりと彫刻家の道を歩み始めたのは50代。 半ば場、1920年代末のことである。それから晩年までの約10年間に数々の彫刻作品を制作した。1934年には、ジャン・アルプ、マックス・エルンスと、アルベルト・ジャコメッティ、ジョア・ン・ミロなどと一緒に、スイスのチューリッヒ美術館で開催されたグループ展に出品。1937年には結婚。同年のパリ万国博覧会では、 スペイン館に展示されたピカソの壁画、ゲルニカが注目を集めたが、ゴンサレスのラモンスロットはゲルニカの隣に展示された。また同年ニューヨーク近代美術館で開催されたキュビスムと抽象芸術にも作品を出品した。1937年にはパリ郊外アルクイユに転居、第二次世界大戦でナチスドイツ軍がフランスを占領すると妻と共に、 フランスを離れたが、わずか1年後には、アルクイユに戻っている。1942年3月27日、心臓発作により、アルクイユの自宅で死去した。2015年から2016年にかけて、日本の長崎県美術館、岩手県立美術館、世田谷美術館、三重県立美術館の4館で日本初となる、ゴンサレスの開古展が開催された。20世紀における、 鉄彫刻の父と称される。溶接技術を用いた金属彫刻で従来の彫刻の概念を覆し、戦後の現代彫刻に大きな影響を与えた。アメリカのデイビッド・スミス、イギリスのアンソニー・カロ、スペインのエドアルド・チリーダなどの彫刻家に影響を与えたとされる。ゴンサレスの作品は、シカゴ美術館やクリーブランド美術館、スコットランド国立美術館、 フィラデルフィア美術館、ソロモン・アールグ・グッゲンハイム美術館など、様々な美術館に所蔵されている。その中でも最も大きなコレクションを所有しているのは、バレンシア現代芸術院であり、約400点の作品を所蔵している。ゴンサレスは、鉄彫刻作品において、鉄の素やな材質感を意図的に用いている。その作品は、植物を思わせる可用な形態が特徴であり、また、 一種のユーモアがあると評される。ありがとうございます。